愛歌第5章。主よ、我々に望んだことを覚えてください。我々の恥ずかしめを顧みてください。我々の修行は他国の人に移り、家は異邦人のものとなった。我々はみなしごとなって父はなく、母はやもめに等しい。我々は金を出して水を飲み、値を払って焚き木を得なければならない。我々は首に首輝きをかけられて追い使われ、疲れても休むことができない。我々は足りるだけの食物を得るためにエジプトおよびアッスリアに手を差し伸べた。我々の先祖は罪を犯してすでに世になく、我々はその不義の責めを負っている。奴隷であった者が我々を治めるが、我々をその手から救い出す者がない。我々は荒野の剣のゆえに斧が命を懸けて食物を得る。我々の皮膚は飢餓の激しい熱のために炉のように熱い。女たちはシオンで侵され、乙女たちはユダの町々で汚された。君たる者も彼らの手で吊るされ、長老たちも尊ばれず、若者たちは引き薄を担わせられ、わらべたちは焚き木を追ってよろめき、長老たちは門に集まることをやめ、若者たちはその音楽を廃した。我々の心の喜びはやみ、踊りは悲しみに変わり、我々の冠は頭から落ちた。災いなるかな、我々は罪を犯したからである。このために我々の心は衰え、これらのことのために我々の目は暗くなった。シオンの山は荒れ果て、山犬がその上を歩いているからである。しかし主よ、あなたは常しえにすべ納められる。あなたの御喰いはよよ耐えることがない。なぜあなたは我々を長く忘れ、我々を久しく捨ておかれるのですか。主よ、あなたに帰らせてください。我々は帰ります。我々の日を新たにして、古の日のようにしてください。あなたは全く我々を捨てられたのですか。甚だしく怒っていられるのですか。